お仕事お疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは外国人大反響。日本の中古新幹線を導入する計画がオーストラリアで話題にをお送りします。今回はオーストラリアで日本の中古新幹線を導入することが計画されているという話題についてご紹介したいと思います。以前からオーストラリア東海岸では高速鉄道の計画が浮かんでは消えを繰り返していたんですが、ゴールドコースト市の市長トム・テイト氏が中古の新幹線の導入という奇抜なアイデアを発案し話題になりました。この計画はクイーンズランド州のゴールドコースト市とブリスベンとの間約100キロを結ぼうというものです。この区間には現在も鉄道はありますが、ゴールドコースト中心部までは乗り入れておらず、トラムやバスで鉄道駅まで行き、そこでブリスベン行きの電車への乗り換えを強いられています。そのため乗り換えを含めると所要時間は2時間近くかかってしまうのだそうです。でも高速鉄道ができれば時間はなんと4分の1にまで短縮されるといいます。ゴールドコースト市民にとってはブリスベンは通勤圏なので渋滞も緩和されることが期待されます。仮に最高速度 160km と目される鉄道新線が開通した際にはブリスベンとゴールドコースト間は32分程度で結ばれると試算されています。通勤には条件の悪い現状でも環境の良さからゴールドコーストに移住してブリスベンへ通う人も少なくないと見込まれています。鉄道新線が開通すればゴールドコーストへのさらなる住民の流入も考えられます。こんな素晴らしい計画案なら市民にとっても嬉しいことですよね。しかし実際に導入する上でコスト面での問題があり、日本の中古の新幹線が選ばれたのだそうです。日本の新幹線は安全性や輸送効率の高さ、機能面、そしてデザイン面でも大人気。そのためオーストラリアだけでなく世界の様々な地域でも導入が検討されているそうです。この話題についてオーストラリアの人々から多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。日本がどれだけ先に進んでいるのかがわかるな。たとえ中古車両だとしても俺たちには十分すぎるよ。本来なら数十年前に高速鉄道を作るべきだったんだよ。今この国は先進国なのか発展途上国なのか曖昧だ。現役を退いた中古の新幹線でさえオーストラリアには進歩をもたらしてくれるに違いない。ケアンズからブリスベンへ、ブリスベンからシドニーへ、サンシャインコーストからトゥーンバへ、どんどん新幹線網が広がっていくといいね。最近日本に行ってきたけど、オーストラリアが後進国に見えたね。本当にいろんな面でそう感じたよ。嫌になるくらいにね。残念ながら新幹線とクイーンズランド鉄道ではレールの幅が違うから導入は難しいと思うな。基本的にオーストラリアは他国のいらなくなったものを買い取るのさ。防衛装備ですらアメリカからゴミを買ってる。田舎の人たちは絶対に自動車にこだわると思うよ。彼らが自動車を手放すことはないだろうから渋滞は緩和されないんじゃないかな。もちろん高速鉄道が走るのは最高だけど、自分たちで作ろうという気概はないのだろうか。そうなれば地域に仕事だって増えるのに。なんでわざわざ外国から中古を買うのか理解できない。外国から買うにしてもせめて最新のものにしてくれよ。中古ですらこっちの最新を凌駕してるんだよ。市民の間では賛否両論があるようですね。オーストラリアではかねてから高速鉄道建設の夢が語られてきました。早くは1980年代にシドニー、キャンベラ、メルボルン間の構想が浮上しましたが立ち消えになり、その後も何度も計画が生まれては頓挫しています。現地では東京大阪間、パリリヨン間、上海南京間などのように350から500キロ程度の2都市間でそれなりの需要があれば高速鉄道建設への弾みがつくのではないかとの見方も以前からあります。例えばシドニーキャンベラ間は約280キロで高速鉄道に適した距離といえます。しかし他国からの中古車両導入という案には抵抗を感じるという意見も根強いようです。この新幹線の中古導入はコストを抑えて早期に新幹線を整備しようという考えから生まれたものですが、
中古車両ではいずれ改装費用がかかるし、中古を買って開通する頃には技術革新があるかもしれない、プランとしては無駄な気がするといった意見も聞かれます。新幹線の性能はもちろん大事ですが、それ以上に重要なのが整備技術と運行スキル、そしてそれにかかるコストであることは言うまでもありません。またオーストラリアの人口規模からすると、都市間移動といってもそこまでの需要は見込めないだろうという意見も見られるようです。ただ今回導入が検討されている路線は大都市間だけを結ぶものではなく、ブリスベン、シドニー、メルボルンといった大都市とその周辺都市を結ぶ路線です。ブリスベンゴールドコースト間の計画では、念願のゴールドコースト市内への乗り入れだけでなく、さらに同市郊外にある空欄型空港までつなぐという案も出ているそうです。アジアからの観光客の増加や格安航空会社の増便などもあり、ブリスベンゴールドコースト間の人の行き来は今後も増えるのではという前向きな意見もあります。ちなみにゴールドコーストやブリスベン周辺の鉄道は日本と関わりが深いことを知っていましたか？ゴールドコーストの街を走る路面電車は、日本の丸紅が現地法人とともに建設、運行、保守に関わるパブリック・プライベート・パートナーシップ事業権を取得しています。またブリスベンから北に伸びるクイーンズランド鉄道の北海岸線には、日立製作所が台車部品や傾斜制御装置を供給した JR 四国の8000系電車を設計のベースとした振り子式電車が走っています。現状オーストラリアでは国内の長距離移動は飛行機に依存しています。しかしながら近年は鉄道インフラへの投資が進んでいることも確かです。ここで新幹線の中古車両導入を左右するかもしれない進化を続けるオーストラリアの鉄道インフラとそれらを取り巻く環境についてご紹介します。鉄道輸送インフラへの投資は複合的な要因によって増加しています。都市化への対応、交通渋滞はオーストラリアの生産性に大きな問題となっています。渋滞により発生する社会的コストは、渋滞を解消する対策を取らない場合、2015年の165億豪ドルから2030年までに300億豪ドルに増加すると予想されています。政府の方針とプロジェクト、政府の方針により推進されている鉄道プロジェクトは、道路混雑の解消と通勤者に大量輸送機関を利用するよう働きかけることを目的としています。政府のこの方針は、大規模なインフラプロジェクトに対する資金の調達において大きな役割を果たしています。例えば2017年の連邦政府予算では、大都市、都市間および近郊の地方中心都市の旅客鉄道網に投資を行うナショナルレールプログラムに対して100億豪ドルを計上したことが発表されました。観光需要、オーストラリアは世界第11位の国際観光市場であり、観光収入のオーストラリア経済への貢献度 GDP の 2.4% は世界平均を上回ります。国外からオーストラリアへの入国者数は2006年から2007年の約560万人から2016年から2017年には約860万人になり 53.1% 増加しました。さらに中国、ニュージーランド、インドなどからの継続的な入国者の拡大が要因で、2016年から2017年では 75.3% 増加し、将来的には1500万人に達すると予想されています。また国内旅行者の数は2016年から2017年の間に 24.7% 増加し、将来的には4億2140万人に達すると予想されています。鉄道輸送インフラの強化は、国内旅行者の移動を支えるだけでなく、世界中の旅行者に対してオーストラリアの都市の快適性と魅力を全体的に向上させていきます。資源分野の需要、工業分野の2016年から2017年の輸出額は1980億豪ドルで、オーストラリアの全輸出収入の 50% 超を占めました。金属や鉱物資源及び LNG 液化天然ガスの堅調な需要は、中期的にオーストラリアの資源輸出の収入を支えると予測されています。長期的に見て工業分野は、バッテリー、スマートフォンなどの最先端技術で使用される素材、リチウム、バナジウム、コバルト、キド類などを中心としてビジネス機会が拡大する可能性が高く、その結果として港湾や天道路線インフラへの投資が持続する可能性は高いと言えるでしょう。貨物分野の成長、
道路混雑の緩和、道路損傷の軽減、輸送時間の短縮は貨物輸送の道路から鉄道への移行を推進する上で重要な要素です。オーストラリアでは FTA 自由貿易協定の拡大及び大規模な輸出中心部門、工業 LNG 農産物などの堅調な推移によって貨物輸送が活発化しています。安全で環境に配慮した交通手段、鉄道と比較して道路の移動では1km あたり8倍近くの事故費用が発生すると推定されています。また道路を使った旅客移動は鉄道と比較して 1km あたりの移動で二酸化炭素の発生が 40% 以上多くなります。同様に道路を使った貨物輸送の事故費用は鉄道輸送と比較して 1km あたり14倍になり、二酸化炭素の排出量は 1km あたり鉄道輸送の16倍になります。統合型モビリティ、統合型モビリティの利用推進は通勤・輸送の相互接続性の向上と物流の効率化につながり、国と地方の輸送ネットワークやマルチモーダルな交通ネットワークプロジェクトへの取り組みの強化につながります。このようにいくつかの要因の結果、オーストラリアの鉄道分野の建設業はプラス成長の傾向を示しています。2030年までに連邦政府、州政府、特別地域政府による鉄道への投資の合計は1000億豪ドルを超えると予想されています。さて、新幹線の中古車両導入という驚きの案が登場したことで熱を帯びているかに見えるオーストラリアの新線計画ですが、これまで浮かんでは消えを繰り返してきました。果たして今回は実現するんでしょうか。そしてブリスベン・ゴールドコースト間を日本の新幹線が行き来する光景を私たちが目にする日は来るのでしょうか。日本人としてはやっぱりオーストラリアで走る新幹線を見たいですね。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、自動車産業で世界を席巻する日本の技術は高速鉄道の車両でも注目を浴びているようです。皆さんは電車と飛行機、どっちの交通手段が好きですか。それぞれにいい点があって功をつつけがたいですよね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。